お前俺に一回でも勝ったことあるか？ないやろなあ。俺とお前の運命の差っちゅうもん見せたろやんけなあ。 GHC ジュニア王者原田大輔に熊野仁志が挑む。ここまでの前哨戦、熊野は負けなし。この勢いで悲願のベルトラッシュなるか。原田大輔はこのままじゃいられないんじゃないかなと思ってんじゃないかなって思うんですけど、それ以上に俺がそれを上回ってタイトルマッチ倒したいと思ってます。セミファイナル GHC ジュニアヘビー級選手権、王者原田大輔対挑戦者熊野仁志。ジュニアヘビー級王座に挑戦がやってまいりました。いよいよです。熊野仁志選手お話を伺います。3度目のチャレンジですね、今心境は。そうですね、まあ1回2回と挑戦して、まあ、取れなかったんですけど、まあ、今回は、まあ、直接チャンピオンもシングルマッチで倒してますし、まあ、自信はあります。今まででその自信の度合いっていうのはもう一番くらいでしょうか？そうですね、今回のタイトルマッチがやっぱり一番、まあチャンピオンも手強いですけど、まあそれを上回ってベルトを取りたいと思ってます。ここまでの道のりってどうでしたか？長かったですか？いやーね、そうですね、まあ長かったっていう気持ちもありますけど、まあ自分自身はあっという間っていうのが、はい、まあどっちなんでしょうね、分かんないです。でも手応え相当のようですね、強いチャンピオンですが。そうですね、まあやっぱりいろんな、まあ、苦労もしてきたと僕は思ってるんで、まあその中で今回タイトルマッチこうやって自分で掴んだチャンスなんで、まあこれを取り逃すことはないと思ってます。最後にご覧の皆さんにメッセージください。まあチャンピオンは強いです。でも今日はそれ以上に僕が上回って絶対にベルトを取りたいと思います。さあ6度目のタイトル防衛に臨みます。原田大輔選手にお話を伺ってまいりたいと思います。さあ熊野仁志選手が挑戦者ということになりました。相手の印象って今、うん、シングルマッチも経ていかがですか？印象、まあ最近あいつなりにいろいろ変化をつけてきてますけど、まあ、僕の中ではいたって余裕ですね、はい、脅威というものは感じない、うん、そうですね、まあこの間の横浜で負けた技ぐらいですかね、まあ他に関しては全て脅威がないです、はい、もう試合の展開なども予想されたりしていますか？まあ、圧勝でしょうね、はい、俺もあのチャンピオン2回目ですし、いろいろ防衛戦もこなしてきてますし、かといってあいつは何も実績は残してない、俺から1回しか勝ってないし、まあいろいろ考えても圧勝になるなと思います、はい、ジュニアヘビー全体見ましても、うん、軍団構想激しくなってます、うん、どうですか？どうですかね、まあいろんなチームができてきてますけど、まあ俺の中ではまだまだ即席にしか過ぎないかなと。やっぱり俺たちラーテルズっていうのは大阪からつながってきた絆っていうのがあるので、その辺はやっぱ他のチームに比べられたら困るなっていう感じです。最後にご覧の皆さんにメッセージをください。そうですね、まあ今日しっかり勝って来月、ジュニアタッグリーグにも、エントリーして必ず優勝してみせます。俺がノアジュニアを面白くしていきます。
苦しんできました。遡ればシングルマッチ100連敗も経験しています。王座挑戦表明に顔じゃねえと一蹴されたこともありました。現王者にはお前なんかと厳しい評価を突きつけられて、それでも熊野仁志つまずきながらの前のめり、3度目の挑戦、もちろん今までで一番の手応え、今の自分はもう違うと熊野仁志チャレンジャーです。やられたからには内心は腹の内は煮えくり返るような、そんな心境のはずです。リング上には散々こき下ろし叩き潰してきた敵、その台頭を見てナーテルズの仲間たちも食らわされた屈辱を見て、原田大輔チャンピオン最前線一番前を走り続けてきたものの、一心違いを今日は明確に示すべく、圧勝です。圧勝あるのみと原田大輔、第36代王者 GHC ジュニアヘビー級選手権6度目の防衛戦です。さあ一旦ベルトが返還されます。さあこの試合は放送席に田中美濃選手に加わっていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ田中選手、はい、もう12月昨年のことですが、はい、原田選手のベルトにチャレンジがありました。素晴らしい戦い、ね、いやありがとうございます、あってありがとうございます。ですから、はい、いろいろな面からこの2人に対して、はい、これ味方っていうのが存在すると思います。今率直にいかがですか。やっぱ自分が関わっていくベルトだし、もっと言ったら近いうちに僕が巻くベルトなんで、やっぱりベルト行方気になるんで、まあ、この試合もやっぱ下でどうせモニターで見ようと思ってたんですけど、まあ、こんないいところで見れるんで、なんか7000円得したなと思って、はい、いやでも本当に佐久間さん、はい、そうしたところで、うん、どの顔合わせでも、はい、もうここからは期待高まるばかりということですが ね、まあ、そうですね。そんな中で、まあ、やっぱり王者原田というのがね、もう田中選手にも勝ちましたし、着々とこう、ね、長期政権を自分の色に今の GHC ジュニアを染めつつありますから、これを、ね、今日熊野が生え抜きとしてストップするのか、はたまた田中選手がね、こう虎視眈々と狙ってますから、この、ね、ベルトの行方、まあ、狙われるチャンピオンになったということですよね。はい、それがここまでの戦い、その軒並みジュニア選手を下してきていますからね、はい、そうですね。そして立ち上がってここは腕の取り合いです。熊野から見ますと佐久間さん、はい、金丸義信選手、大原はじめ選手にかつては挑戦がこのタイトルありましたね、うん、はい、あとやっぱりその都度都度やっぱ悔しい思いをしてきたり、課題を見つけたりというところがあると思いますし、今回に関してはあの変形の、ね、アルゼンチンバックブリーカーという武器を前哨戦でしっかり試して、さらに結果を残してというところでのこうチャレンジですから、自信も今までの中でもしかしたら一番あるんじゃないですかね。そう語っている熊野に横十字の体勢、いやその前の動きなどはこれ目を引く、そして待つ体勢のところ、ローリングはさせず、踏みつけもかわす、ドロップキックへ顔面打ち込みました、ね、そうですね、鼻っ柱のあたりか、蹴りは原田です。さあとにかく田中選手に伺いましょう、はい、原田大輔というチャンピオン、そのうまさという点も強さという点ももう十分でしょうね。そうですね、まあ、タイトルマッチの後も十分たくさん当たってるんで、はい、ただラリアット熊野選手が
取っちゃうことも十分あり得ると思うんですよね。僕ノアに最初来た時に一番最初にやったのが彼だったんですけど、はい、まあ、結果勝ちましたけどかなり追い込まれたんで、あの日はもう試合終わって控室戻ってから もう僕ずっと泣きながらも熊の半端ないってずっと言ってましたからそれぐらいすごい選手ですか。だから十分取るっていうのはあり得ると思うんですよね。そしてここのところの充実ぶりなんですが、エルボーで返すのは原田の意地か。同じように熊野、おお、これ鉄柵の上飛び越えて場外へ。やっぱり田中選手このパワー全開となると熊野ですね。そうですね、パワーもあるし、あと攻め込む時のラッシュがすごいんですよ、本当に馬力がすごいあるんで。ここぞと見たところの勢い。さらに今は佐久間さん、はい、このラーテルズのメンバーからも勝ってきましたしね、熊野。そうですね、やっぱりこのかつて金丸選手に挑戦したとき、あるいは大原選手に挑戦したときと比べると、勝ちパターンというのが確立されてるんですよね。それを今は持ち得ているんですが、チャンピオン、お、耐えた、すぐ戻ってくるところがスープレックスへ。スロイダーの形にカウンターで持ち込んだ原田。6.16、 横浜シングルでは熊野がギブアップを奪っています。チャンピオンから直接その勢いを、しかし田中選手こうやって遮ってというのが原田、はい、そうですね。だからそのテクニック、まあ、ちょっとまっすぐ行き過ぎるところは熊野選手あるんですけども、ただまあ過去の挑戦の時は正直知らないんですけど、熊野選手の、でもこの今日のお客さんの期待感とか見てももう最高潮だと思うので、だからその実力以上のものがお客さんの後押しで絶対出せると思うんで、やはりこういう声耳には届いていますか、ファイターの。そうですね、僕は新人の頃ってどうか分からないですけど、もう熊野選手のキャリアとかになったら、はい、お客さんの声って絶対聞こえると思うんですよね、冷静な部分持ってるんで。2013年2月9日デビューの熊野、それに対してこちら原田は2006年8月5日デビュー。両腕こうして捉えて、熊野の太い腕を使って自らは膝を後頭部に、首にというのが原田。そして原田の攻めですね、全てが田中選手もう理にかなっているというふうに見えてきます。技術面で原田、この力勝負なら熊野やっぱ負けないですよね。熊野返しますね。それでも投げからもう一度この形に戻してきます、うん、熊野選手が最後腰につなげたいから、もう狙う箇所はもうちゃんと頭の中にあるし、はい、その頭の中にあるという戦略、さあいかにパワーで成し遂げるか。スタンドの状態にまた戻っているんですが、原田がまだ締め上げています。外すか、回ってもう一度その力を使ってくるのが原田。そしてお膝両方、これ首にダメージを与えてまいります。さっき場外のスロイダーで若干こう首肩のあたりをね痛めたようなところもありましたからね、そこを攻めて、まあ、最後やっぱフィニッシュは片山ジャーマンですから、はい、当然ね首肩にダメージがあるとフィニッシュにつながりやすくなりますからね。しかしそれは熊野も分かっているはずですよね。そうですね、まあ、熊野はやっぱこう劣勢の時間を短くしたいですよ ね、そうですね。最後がやっぱアルゼンチンバックブリーカーですから、当然自分の力もかなり必要とする決め技ですからね。ネックチャンスリーのように攻められてもこういう遮る、バタッと遮るこう逆転するものを持っているんで分かんないですよね。本当にこういうところはもう半ば強引でも構いませんか。そうですね、でもいいと思います。ただこのあまり休ませないでこう攻め込みたいところですよね。ならば今ですね、今ですね、今行きたい。先にやっぱりチャンピオン起きちゃうんで、バックブリーカーズでは大原はじめとのジュニアタッグリーグ戦出場もありますが、熊野今日はシングルの大勝負。ラリアットは左腕、右がかわされたら左がある里、熊野が打ち込んでいきます。王座初体感を目指しての戦い。さらにさあベアハッグの体勢からベアボトムにはタイミングはどうでしょう、まだかまだかという熊野。原田が耐えてエルボーを打ち込んできます。まだそれでも締め上げる。原田は36代、そして遡れば27代、2度の GHC ジュニアヘビー級チャンピオン。これも空中でキャッチする、しつこくていいですね。これですね、
こうした攻撃が熊野不可欠。ブレーンバスターも対空時間たっぷり。さらにこれはバックブリーカー、腰でいきますもんね。やっぱりやはりつながりますね。つなげなければ原田の牙城を崩すことはできません。素晴らしい、バックブリーカーズの半端ないですね、そうですね、その攻撃連ねて中途半端は許されないという原田です。さあそしてこれですね、ちょっと早いですかね。ちょっと早いですね、仕掛けがまだまだここでも膝から背中への一撃。池原田という場内の声には、さあ腕を捉えての投げ、ここでエルボー、全身そのままぶつけていくのが原田。でも佐久間さん、やはり原田というファイターの素晴らしさって、こういう気持ちもまず第一ありますね。そうですね、まあ、やっぱりそのハートの面で負けるっていうことがやっぱりないっていうのは、タイトルマッチの経験も豊富ですし、その一つ一つ乗り越えてきた自信っていうのもあると思いますよね。そしてこうして荒っぽい攻撃というのもお手の物というのがラーテルズの原田。飛びますかね、来ますか、あどうする、熊野戻りましたね。熊野が戻ってきた。あエプロンサイドから、これのどっちが制するかでだいぶこの戦況変わってきますね。これ分岐点になりそうですね。なりそうですね。どこへ投げんのか、投げか、デッドリードライブ、ここからだ。エプロンサイド一番硬いところへ真っ逆さま。いや半端ないといえば田中選手、これ真骨頂、もう究極ですね。そうですね、これエプロンじゃなく下に行ってたらもうリンガード勝ちでしょうね。大変これはもう、これはもう、しかしそこはリングアウトではなくという思惑があるかないか。そうですね、やっぱり自分のリングアウトで勝ったとしてももう嬉しくないでしょうからね、あんまり。やはりギブアップかフォール。そうですよね、自分の決め技でやっぱ勝ちたいと思うんですよね。ただ腰へのダメージは着実に大きくなりましたよね、それを連ねてアルゼンチンバックブリーカーの体勢は後方を取る。まだジャーマンの時ではないか。ああここもニーアッパーは捉えて、パワーボムはほとんどラストライドのような高さまで。そしていい流れ、これですね、この形で抱え込み式のボストンクラブ、ごめん、徹底した腰攻め。この熊野の腰攻めっていうのは自分のフィニッシュにつながる伏線にもなってるんですけど、同時にやっぱ原田の決め技である片山ジャーマンをこう使えなくするっていうことも兼ねているので、こう組み合わせの相性のマッチングとしては熊野これ結構有利なマッチングなんですよね。表裏一体となると、そうですね、はい、そういう部分でいうと自分の攻めがそのままディフェンスにもなっているので、この戦いというのは、まあ、原田にとっては逆にかなり苦しい戦いですよね。相性よしと、はい、熊野ひとし、しかしなんとかほふく前進。それでも田中選手、こうやってこれ一歩一歩前に行くたびにちょっとこう削られているようなエネルギー使ってますもんね、原田。そうですね、原田もう行きたいです、一気に行きたいですね、ここでこその熊野。あ腰を押さえてますね、原田。やっぱ勝機を逃さないってことですよね、やっぱこうポイントとしては、ね、大事なのそこですよ、ね、うわ来ました、ここなのか。アルゼンチンバックブリーカーはここのところまたバリエーションもあります。やはりうわ膝をついて、さらに痛めつけていきますが、もう一回いくか原田、この体をもう一度。そうですね、佐久間さん、今はもう一度でも二度目があるさとめげないんですね、熊野。うわ捉えてジャーマン、こう来たか、ちょっと崩れましたね、ちょっと崩れた。熊野にもダメージがあります。ここで10分経過、しかし混沌しているのは原田も同じ。先に攻撃の体勢切り替えていくのはチャレンジャー熊野ひとしです。タイトル初獲得へ向けて原田の体を抱え起こす。あこれで腕はトライ返す、イージー一撃、倒れてしまった。いやいやここで丸め込んできた、さらにレッグロールクラッチのような形。田中選手こういうところが怖いんですね。そうですね、丸め込みもすごい有効に使ってくるんで彼は、いわゆる死んだふり。いやもうそこは超えているかもしれませんが、
ローリングは振り付けて返す。これはきつい。強い。佐久間さん、本当にこの緩急ついた戦いですよね、はい、チャンピオン。そうですね、まあ、引き出しが結構ありますよね。以前にチャンピオンだった時に火炎隊道場の朝日しおり選手と対戦した時にはもう散々こう丸め込みを仕掛けられながらもそれに対応してという場面もありましたし、まあ、いろんな選手と戦うたびに相手の攻撃をこう受けながらやられながらでも自分のペースにいつの間にか持っていくようなところがありますからね、熊野としてはやっぱいい流れの時に一気に行きたいですよね。いやしかし相手のいいところをそれを力に変えると、お膝これ腿のあたりをステップにして今そうですね、うん、戦ってきた相手抜けてきた修羅場が違う、圧勝しかないでしょうという原田だったんですが、いやしかし苦しい戦い、しのぎ合いになっています。チャレンジャーの奮闘、踏ん張り、チャンピオンもすぐ行けないですからね、やっぱダメージあって現実そうですね、今ここまで肘一発一発、熊野も返す、重たいな、重たい、力十分ですね、まだ、そうですね、目を向くようにして顎に鋭さの原田、重みの熊野、堂々とチャンピオンも足元ちょっとふらつきながらです。でもこういう戦い、ジュニアヘビーの中で激化の一投、そのてっぺんに向かって一発、膝ですね、膝、ここで行きたいな、今ここで今行きたいな、今攻めたい、チャレンジャーです。場内の大歓声もボリュームアップ、腕を捉えてからのこれですね、佐久間さん、アルゼンチン、さらに足だ、あー膝返しましたね、返してきた、ボディへの一撃、それでも叫んで熊野、足のかも一発、溝落ちのあたり、もう一発、これが内臓破裂するかと思う時ありますからね、これ危ない、ホントにフットスタンプもそうですけど、親切心一切なしですからね、いやーその攻撃こそ原田のチャンピオンとしての強さ、防衛ロード走り続けてきた男の強力さを、いやもう一撃打ち込んできます原田です。片足を押さえるカウント、カウント一つです。ここでニーアッパーから片山ジャーマンスープレックスホールド、田中選手それでも返すのが今の、そうですね、これはどう逆転していくかですね、もう原田はもう一発いって決めたいところですよね、でしょうね、すごい食らいたくないですよね、いや熊野コール、原田コール、もう一発、いや踏みとどまる、回って肘、打撃で意識から断ち切って、それでも丸め込んだ熊がダメ、まだですね、ここでこれが来ましたか、今ここで繰り出せるのが熊野、それでも片山、いやジャムスプレックス、そしてニーアッパー、勝負どころのエルボー、まだ最上段のギア、ギアはあるぞと原田です。15分経過、田中選手の流れは原田、そうですね、これ断ち切りたいけどもういけないかな、熊野どうだ、熊野その気持ちは、誰だ、チャンピオンが片山ジャーマンスープレックスホールドでぶった切りました、カウント3、チャンピオン6度目の防衛に成功です、原田大輔、まず田中選手に伺いましょう、はいはい、今どんな風に映りましたか、まあ、本当に単純にいい試合だったなと思うんですけども、やっぱり、まあ、この何でしょう、景色変えられるのはもう一人しかいないかなと、はい、そうですね、あの凄まじい昨年12月の戦いを経て、佐久間さん、はい、
ってことになってくるか、ね、まあ、今これだけのアピールもありますしね、まあ、見たい顔合わせですよね、はい、まあ、今日の勝因はやっぱりあの変形のアルゼンチンバックブリーカーをかけ切られる前に外したということですよね。やっぱり決まってしまうとあの手も足もロックされてますから、脱出が厳しくなりますからね。一度あれでやられてますからね、はい、そうですね、やっぱ前哨戦であれを経験してたということがプラスになったんでしょうね、はい、うん、おー、そして弘樹田中選手のパートナーが、これ俺解説席にいなかったら俺言ってましたよ、諸橋、あ、諸橋、それからレオナ、ラテルズの面々も、まあ、大原も何かアピールしますよね、大原はじめが、あれ俺ここに出るのかな、これ、あれ、そうですね、田中選手、うん、気になる放送席でもあります。さあマイクを持った大原、あ、いやいや、アイスを施して一旦控えたか。原田です。次誰とでもやってやるけどな、その前に来月ジュニアタッグリーグ始まるやろ。お前らジュニアタッグチャンピオンにも、お前たち去年の優勝チームにもいいところは持っていかさんぞ。これ一応立ち上がっといた方がいいな。おお、今年のジュニアタッグリーグ優勝チームは俺と忠助や。ラーテルズも分かれましたね。え、ヘイボス、とりあえず防衛おめでとうございます。ボスの言う通り、そう、そのシングルのベルト確かにみんな欲しいよ。でもボスの言う通りや、7月から始まるタッグリーグ、我々陽平ちゃんとハイダちゃん前年度優勝しちゃったんで、今年もそうペロンと2連覇させていただきますんで、よろしくどうぞ。嫁さん、最後に一言言っとこうか。同じや。美味しいなこいつら。こいつら美味しいな。同じや。しくしょう。まあでも僕らチャンピオンとして全員盛り上げた上で、まずはタッグリーグ優勝したいですね。なんといっても今そのベルトは田中選手と弘樹選手のもとにあるわけですから、僕らがということはイコール現ノアジュニア最強タッグは僕らですから。さあ、そんな怖い怖い田中選手の目前でですね、佐久間さん、なんともちょっと刺激的な光景、今日もノアジュニアリング上また予想、そうですね、一つ先に進みました、まあ、もう各選手がこうそれぞれアピールしてきてますから、もう田中選手がもう放送席にいられないぐらいの状態になってましたよね、いや今後も目が離せません。田中実選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あいつつけねえのって言うだけだバカ野郎。勝ち逃げなんて許さねえかんな、おい。絶対にてめえから引っぺがす。まあほんまにさっきリング上で言わせてもらった通り、まあ今日ボスが、熊の相手に防衛したわけで、
うん、次誰が行くんやって話は確かにあるし、みんな行きたいと思ってる。でもほんまにな、前年度優勝者の自分らだからこそ、うん、そのシングルに挑戦したいっていう気持ちはグッと抑えて、うん、7月からのタッグリーグ、うん、そこはやっぱり連覇してこそ、我々のなんだろうな、タッグ屋としての、ノアジュニア最強のタッグ屋としての、そういうものを誇れるし、だからとりあえずそうね、そうね、ハンバーガー食べて、照り焼きバーガーも食べて、そんでそうやな、贅沢にもチキンフィデオも食べちゃおうかな。で優勝します。一言言っとこうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今の試合を終えて感想いただいてもいいですか。感想、今のは強かったよ。強かった。俺がこのノアに入団して3試合目で初めてあいつと試合して、それから日テレジータ祭一緒にエントリーして0勝でも担当者もらって、その後もなんか他団体に流れたベルト一緒に取りに行こうと頑張ってた時期もありましたしね、あれから5年経ってやっとこのベルトかけてあいつとできて、まあ嬉しかったです。試合後は、皆さん出てきてああいうことになりましたけど、決めたクリーンに向けてはいかがですか。まあ、みんな気入ってるからいいんじゃないですか、ね、今までのノアジュニアやったらあそこで誰一人来なかった光景が今日になったらみんなが集まってきて、いいんじゃないですか。もちろんその中でも優勝するのは自分たちの、当たり前、それはエントリーするからには誰にも渡したくないし、俺と忠相で絶対に優勝します。まあ熊野にね、もう一つ言うならば、今回5年かかってこのベルトかけてあいつと戦いましたけど、もっと次は短いスパンで来い。なあ、いつまでもチンタラしてたらあいつももうレスラー人生終わるぞ。なあ、だからいち早く動け。ありがとうございます。